どうもタカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュックなどをクラウドファンディングを中心にご紹介させていただいているチャンネルになっております。このように再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですねチャンネル登録高評価再生の方よろしくお願いいたします。はい、今回なんですけども、スタンドにもなる賢くスマホを携帯する、多機能を追求した、楽々スマホポーチ、こちらをねご紹介したいと思います。はい、こちらなんですけど、皆さんね今大切で身近な、存在って何ですか。家族、まあそういう風に答える人もいるでしょう。まあでも一人身の人も結構多いんじゃないですか。一人身の人で、必要なも一番大切なものって何っていうとね、やっぱこうスマホですよね。はい、でこのスマホなんですけど、すぐ使えるからこそ常に携帯できる状態にしておきたいっていうのは皆さんやっぱ思う。だからといってポッケに入れるとかするとかさばるし、バッグに入れたら取り出すのめんどくさいしって、なんかこういろいろとねこう思うことってあると思うんですよ。でそんな時にですね、もしスマホ用のバッグ、スマホ用のポッケとかがあれば非常に便利なんじゃないかなって皆さん思ったことございませんか。はい、僕は思ったことがございます。でそんな時にですね、まあ僕みたいにスマホ専用のバッグっていうのが欲しいなって思ってた人朗報です。開発されました。それがこちらなんです。はい、でじゃあ商品の特徴としては3つございまして、まず1個目が、スマホが必須のこの時代で、軽量で 5A で持ち歩くことが可能だというところで、いつでもスマホが携帯できるので非常に安心だというところですね。でスマホスタンドとしてもこちら使用することができまして、外出先でスマホの自立をサポートしてくれるっていうところは便利です。で最後が、延べ1000名以上の方の意見を調査し開発した、スマホポーチになっているので、スマホ困ったあるあるを全て解決できるような商品になっています。それでは早速商品の方詳しく見ていきたいと思います。見ていきましょう。はい、こちらが今回ご紹介する、スマホを、持ち歩く際に非常に便利な、楽々スマホポーチになっております。まずこちらスペックからご紹介させていただきましょう。本体サイズとしては高さ 186mm×110mm×、マチが 26mm と、まあ、マチは薄いんですけど、高さ及び幅に関しては十分なサイズ感になっています。でさらにはこちらメインポケットとオープンポケットが2つ搭載していまして、メインポケットとしては 165mm×94mm、 オープンポケットは 130mm×78mm といった構造になっています。でメインポケットの収納可能な機種としては iPhone の12 mini から Pro Max まで搭載できまして、その他 iPhone 11 の、ノーマルから 11 Pro Max、 iPhone SE シリーズ、あとは Xperia といった Xperia 10、Xperia L4 から52、 Xperia L3 から5、 Aquos は、Sense 5G とか、02 とか、Sense 4 とか、そういったものが搭載できます。その他の機種に関してはちょっとこちらの図をご覧ください。で、本体重量はですねこちら非常に軽くてですね 100g になっていて、100g っていうとですね、はい皆さん、ご存知の通りおよそキウイ1個分と同じ大きさです。はい、で、こちら商品なんですけど、いろんなところにね結構ね考えられた機構を施しておりまして、まずフロントから見ていきましょう。はい、でフロントとしてはこのような形になっていて、ここにねまず、ブランドの、ロゴが入っていて、ここに1つオープンポケットと、ファスナーポケットが搭載しているって形で、ファスナーポケットとしては、深みはですね、まあ、おおよそ僕のこの指3つ分がここに入る感じで、小銭などを入れるのに便利な、機能になっていると思います。なので、ちょっとね、スマホと、まあ、あとは、そうですね、カードと、まあ、あとはお金、ちょっと持って、待ちぶらしたいなっていう時に、ここにお金入れておけば、まあ、小銭も出ていく心配もございませんし、こういうところは結構便利かな、っていう感じですね。で、オープンポケット、ここ上のところにあるので、まあ、例えばですね、ここにイヤホンとか入れてもらってもいいですし、ボールペン多い人だったらね、こういう風に、差し込んでもらっても、まあアパレルとかで皆さんね、よくさ斜め掛けして、小物ポーチされてる方とかいらっしゃると思うんですけど、そういう人もね、使いやすいと思います。メモとか入れていただいてもね、使いやすいんでね。で、さらには、ここにペンを刺してもいいんですが、そうじゃなくても、ここにね、一応なんかこう、丸っこい耳があると、これもね、ボールペン用のペンホルダーになっていて、ペンを刺すこともできます。裏面行きましょう、裏面。裏面としてはこんな感じになっていて、上の部分にこう、D 管が、で、ここに1個耳があって、でこの耳に対してなんですけど、これ今回ね付属品としてはついてこないんですけど、カラビナとかを通してあげると、カラビナ付きのね小物ポーチとしても使用することが可能。あとはここの、でっかい部分のここに関しては、ベルトをされる方とかだったらベルト通してあげればベルトにね直接的に、つけて、持ち運ぶこともできるような仕様になってきます。で付属品なんですけど、付属品としてはですね2個ございまして、こちら小さいベルトと
このロングベルトがあります。はい、これはね、使い方ちょっと後ほど、5A の時に、詳しくご紹介するんですけど、まあ2つあると思ってください。それではですね、こちらのポーチ機能仕様がここがすごいコーナーに入っていきたいと思います。まず1個目なんですけど、こちら携帯方式というところで、5つの、携帯方式を持っています。まず1個目の方法としてはですね、こちらのロングベルトを使う形になります。はい、ロングベルトをですね、こちら D 管が、先ほど後ろにあったと思うんですけど、ここに、つけてください。つけていただいたらですね、こちら今まで携帯性としてはただのポーチだったものがこんな感じになります。で、ここの部分をですね、一応調節が可能な感じになっているので、そうですね、できるだけまあ短くしてあげて、まあこれぐらいにしてあげましょう。はい、でこれぐらいにすることで、お首にかけて持ち歩くことができて、こういう感じでね、まあいわゆるちょっとした可愛らしいサコシューみたいな感じで首下げで持ち歩くことができます。で、あとはですね、こういったスマートフォンをここに入れてあげるだけで、まああの首下げ式のスマホ、バッグが出来上がるといった感じです。はい、さらにはそれだけじゃなくて、この持ち運び方法なんですけど、ここの部分をちょっと長くしてあげてください。じゃあ次は、はい、このように長くしてあげると、これね、こういう風にショルダーで持ち歩くこともできるので、首がちょっと疲れるなって思う人はこっちの方がおすすめかもしれません。スマホが結構重いとですね、やっぱこう首への負担っていうのは強まるので、そういう意味ではこういう風にショルダーにしてあげた方が持ち歩きやすさとしては持ち歩きやすいでしょう。はい、さらにはですね、こちら一応先ほどもご紹介させていただいたんですが、僕あまりこうベルトをするファッションをしないので、あの今回実演はできないんですけど、ベルトをここに通してあげると、ベルト固定でこんな感じでね、持ち歩くことも可能ですし、あとはカラビナ持ってる方だったら、カラビナをここに通してあげて、ジーパーのね、ベルト通す耳のところで、こういう感じで持ち歩くことも可能です。はい。その他、最後の持ち歩き方なんですけど、最後の持ち歩き方がこちらのね、このベルトを使うって感じで。はい。で、このミニのベルトを使うにはどうするかっていうと、同じくですね、ここの、後ろ側の D 管を使用する形になっています。D 管のところに、先ほどの同様にね、こういうミニのベルトを付けて、上げて、つけたらね、こういうハンドバッグみたいな小さい可愛らしいバッグになるんですよ。で、小さいバッグになったら、僕が使っているこのリュックでちょっと、実演させていただこうかなと思うんですけど、まあ本来はね、トートバッグとかの方が多分ね、見栄え的にはいいんですが、ちょっと今回僕はトートバッグを、普段持ち歩かなくてリュックの方ばっかり持ち歩くんで、ちょっとこれしか実演できないので申し訳ないです。はい。例えばトートバッグのハンドル部分とかでも構いません。こういう感じで、まあバッグに直接つけてあげることも可能なんですよ。なので、まあ置き忘れとか、買い物するときにちょっとね、バッグの中にスマホ入れると高すのめんどくせえっていう人いらっしゃいますよね。そういう人にも使いやすい形になっています。ちょっとリュックだったらね、やっぱりちょっとおかしいよね。なので、ちょっとね、写真もね、一応メーカーさんからいただいているのでわかるんですけど、こんな感じでね、トートバッグにぶら下げるとかもできる形になっています。はい、このように5つの方法で、持ち運びができる形になっているので、非常にですね、自分に、合ったスタイルで持てるっていうところがいいと思います。はい、さらにはですね、こちら、特徴2としてスマホ用立ち上がれ機能が、搭載していまして、どういうことっていうとですね、これ開いていただくとこういう感じでね、ここがまあいわゆるカードとかを入れれるようなカード段になって、で、さらにこっち側の部分、今ここ触ってる部分ですね、ここに滑り止めの機構が入ってるんですよ。なので、これを使ってですね、こちら、スマホスタンドになります。ただしですね、スマホ縦向きだと厳しくて横向きで使用していただく形になります。使用方法は非常に簡単です。もうこれだけ、これで、はい、これでスタンドになります。ここの部分が、まあ、いわゆる、スタンドの、まあ、何ですか、背もたれになって、ここが滑り止めがしっかり効いてくれるので、スマホがこうガチャンってなることもなく、こういう風にね、セッティングができる。まあ、いわゆる、ちょっとした旅行先とか、ちょっとした外出先で、まあ、映画見たりとか、YouTube 見るときにも便利な形になっているって感じですね。はい、先ほど、言った特徴の他にですね、こちら、ポーチをこうやってバッグとも呼びたいっていう形で、まあ、先ほど、お見せしたように 5A、ご紹介しましたよね。5つで持てる時点で、まずすでにもうこれポーチじゃなくて、サコシバッグなんじゃねえのかっていう風に皆さん思う
じゃないですか。本当その通りだと思うんですよ。なぜならば、まあ、ポケットも非常に豊富だし、ここね、カードも1,2,3,4と入れれるので、本当ね、これだけで、ちょっとした外出、ちょっとした旅行とか、そういったものも行けるようになるので、本当ね、これ素晴らしいと思います。はい。まあ、カード4枚あれば、キャッシュレスなこの世の中なので、クレジット、定期、あとは、まあ、そうですね、ちょっとした、行きつけのスーパーのポイントカードとか、そういったものを入れておけばですね、あとここに小銭ちょっと入れておけば、カード対応してないところでもお支払いとかもできるので、もうすべてが完結できる形になっているので、そこら辺はね、結構使いやすいんじゃないかなっていうふうに感じました。はい。こちら、旅行にも、使える形になっている、仕様になっていまして、一応ですね、このバッグ自体、スキミング防止シート入りの、まあ、いわゆるですね、ポーチになってるんですよ。なので、スキミング、いわゆるですね、僕の、過去動画で言うと、この動画ですね、この動画でも、深く紹介させていただいたんですが、クレジットカードとかの、そういった、情報を抜き取られる心配もないので、海外旅行で一番多い犯罪のスキミング犯罪も未然に防ぐことができるっていう点では安心安全になると思います。で、最後の特徴として、やっぱりこう大きい口の、ポーチで取り出しやすい機構を備えているっていうところで、これね、iPhone 12 Pro Max とかって結構大きいんで、こういうポーチ類使うと、やっぱりこう窮屈で仕方がなかったりとか、取り出しにくかったり入れにくかったりっていうのがあるんですけど、口がこれだけ大きく開くので、やっぱりこうスマホを入れやすいし、取り出しやすいっていう点では、結構僕としてはこれ使いやすいんじゃないかなって思います。はい。で、その他の普通のオプションのポケットに関しても、やっぱりこうね、結構口が広いので、やっぱりそういう意味でも入れやすかったか、取り出しやすいところもあるので、非常にね、考えられた設計はされてるなっていうふうに改めて感じました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。個人的にこちらの、スマホポーチ非常に使いやすいと感じました。最近若い人の間でやっぱりこうスマホポーチ結構流行ってはいます。で、人気が高まっている理由としてやっぱりこうスマホはバッグの中に入れたくない、ポケットの中に入れたくないっていうそういう考えからこういうのが人気になっていることでしょう。で、財布の代わりに一緒に持ち歩いたりすることもできますし、最低限の持ち物をコンパクトに持てるっていうところはスマホポーチのいいところかなっていうふうに思います。スマホポーチのやっぱりこう選び方っていうところで言うと、スマホを入れた際の取り出しやすさとか、あとは機能性、自分の付け方に合っているかっていうところもあるので、ぜひ自分に合ったスマホポーチかどうかっていうのはこちらの動画を参考にして見ていただければなと思います。で、今回これを使ってみてですね、メリットデメリット分かったのでご紹介させていただくと、メリットとしては様々なスタイルで持てるので、やっぱりこう選択肢が自由っていうところと、あと iPhone 12 Pro Max でも余裕で入る大きさなので、大きいスマホの方も安心っていうところですね。で、最後デメリットのところは、スタンド機能は簡易的なので、重いスマホだとたまにこけてしまうっていうところです。で、これ12 Pro Max も結構重いので、その点で言うとちょっとたまについてですね、こけてしまうことがあったので、そこだけ注意です。で、あとは縦置きができないっていうところもちょっと残念だなっていうふうには思いました。で、個人的には、非常に使いやすいスマホポーチだと思っているので、ここ最近見たスマホポーチの中では僕の中で今現在ナンバーワンポーチだと思います。はい。で、こんな感じで今回の動画は終了させていただきます。ぜひですね、スマホポーチ探している方はですね、こちら幕開けにてまだ出資支援を行っておりますので、支援の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあの